ペンサコーラは、アメリカ合衆国フロリダ州北西端に位置する都市。モービルの東約 90km、州都タラハシーの西約 300km に位置する。メキシコ湾につながるペンサコーラ湾に面し、また、海軍航空の揺りかごと称される、ペンサコーラ海軍航空基地をはじめとする、海軍関連施設を多数抱える、軍事都市、港湾都市であり、また、 歴史的建築物と白車のビーチで知られる観光都市、保養都市でもある。人口は5万1923人。ペンサコーラに軍庁を置くエスカンビア軍、およびその東隣のサンタローザ軍の2軍にまたがる都市圏は44万8991人の人口を抱えている。ペンサコーラという使命は1100年頃からこの地に住みつき文化を起こしていた。 ネイティブアメリカンのペンサコーラ族に由来すると考えられている。ペンサコーラは現在のアメリカ合衆国本土で最初のヨーロッパ人入植地が創設された地であり、その歴史は1559年に遡る。しかし、ハリケーンの被害、飢饉及び先住民の攻撃により、このスペイン人入植地は短命に終わり、1561年には放棄された。その後、 17世紀後半に入ると、フランスによるルージアナの探検が進み、スペインがそれを脅威として捉えたため、フランスの建成を目的としてこの地に入植地を採設し、それが現代の町の基礎となった。その後、この地はスペインから、フランス、イギリス、アメリカ連合国、そしてアメリカ合衆国の統治下に入った歴史を持つため、市はザシティ・オブ・ファイブ・フラックスと呼ばれている。 ペンサコーラを統治下に置いた国家の変遷ペンサコーラ文化の起こった地域、ペンサコーラ湾岸のこの一帯にはヨーロッパ人の入植以前にはネイティブアメリカンのペンサコーラ族が住みつき1100年頃から1700年頃にかけてペンサコーラ文化が起こっていた。1677年まで記録には出てこないもののペンサコーラ族はペンサコーラ湾及び ペンサコーラという使命の由来になったと考えられている。また、ペンサコーラ族同様に、マスコギ語系の言語を話すクリーク族もまた、通称のために、定期的に、現在のアラバマ州南部からこの地を訪れていた。考古学的に最もよく知られたペンサコーラ文化の遺跡は、現代のペンサコーラ市の西9 5トル、アラバマ州モービルの北にある、ボトルクリーク遺跡である。 この遺跡には1250年頃から1550年頃にかけて作られたと見られる大きな土類が18あり、そのうちの5つが中央の広場を囲むように作られている。この遺跡はペンサコーラ族の儀礼の中心地、またペンサコーラ社会への玄関口であり、彼らの主要交通手段であったカヌーで容易にたどり着ける場所であった。この一帯に、 ヨーロッパ人が訪れるようになったのは16世紀中盤に差し掛かった頃であった。1528年にはスペインのパンフィロデナルバイスの一行が、1539年には同じくスペインのエルナンドデソトの一行が、その探検の中でこの地を訪れた。そして1559年、トリスタンデルナイアレアーノがメキシコのベラクルスから11隻の船を引いて、1400人の 入植者と共にこの地に降り立ち、現在のアメリカ合衆国本土で最初のスペイン人入植地を創設した。しかし、同年9月19日にハリケーンがこの地を襲い、何百人もの死者を出し、5隻の船が沈没し、キャラベル船が座礁し、食料やその他生活用品も痛み、この入植地は壊滅した。1000人ほどの生存者は別の場所に入植地を再設。 したが、基金や原住民の攻撃により、1561年には放棄された。240人ほどはこの地を離れ、三体レナへと向かったが、その航海の最中に別の嵐に遭い、キューバへと行き先を変え、散り散りになった。この地に最終的に残った50人ほどの入植者はメキシコに戻り、西フロリダは危険すぎて入植できないと結論付けた。 こうした西フロリダ館は、その後135年にわたって、当地のスペイン人入植者の間に残った。スペインが描いた、プレシティオサンタ、マリオデ・ガルベの構想図17世紀後半に入ると、フランスがルイジアナの植民地下を目論んで、ミシシッピ川下流域の探検を始めた。すると、スペインはそれを自国領に対する脅威として捉え、西フロリダに、 再び入植地を建設した。1698年、スペインはこの地に、プレシュディオサンタ、マリアデガルベという城塞と、現代のペンサコーラの町の基礎となった村を建設した。この地は1719年に、フランスに占領され、城塞も、フランスのものとなった。しかし、フランスによる、この地の統治は長くは続かず、3年後、 1722年にスペインは再びこの地を取り返した。この時、フランスは城塞を去る際に火を放ち、全焼させた。すると、スペインは元の城塞からペンサコーラ湾を隔てて、南、サンタローザ島の方が他のヨーロッパ諸国やネイティブアメリカンによる攻撃から守りやすいと考え、その生誕に、 二番目の城塞となるプレシディオ、イスラデ・サンタ・ローザを建てた。1752年にハリケーンでこの城塞が倒壊すると、スペインは最初の城塞から 8km 東の本土側、現在ではペンサコーラのダウンタウンの歴史地区となっているところに、三番目の城塞となったプレシディオ・サンタ、ミゲルデ・ペンザコーラを建てた。ペンサコーラの戦いその次にこの地を統治下に置いたのは、 イギリスであった。1763年、フレンチ・インディアン戦争が終結すると、パリ条約によって、スペインは、キューバと引き換えに、フロリダをイギリスに引き渡した。するとイギリスは、北アメリカ14番目の植民地として、西フロリダ植民地を創設し、ペンサコーラをその首都に定め、かつてのスペインの上塞であった、プレシュディオサンタ。 マリアデ・ガルベの跡地からわずか450メートルほどのペンサコーラ湾を見渡せるところにバランカス砦を建てた。やがて独立戦争が開戦すると、1779年にスペインが参戦して植民地側につき、その翌々年の1781年にペンサコーラの戦いを制して、サンタビニシフローリダはスペインの統治下に入った。 1783年に独立戦争が終結するとパリ条約によって西フロリダと東フロリダの両方がスペイン領となった。3度目のスペイン統治下ではペンサコーラは辺境の取りの町、そして公益所として発展し白人男性とクリーク族やアフリカ系の女性との結婚による混血家族が少なからず見られた。 フェルナンド7世広場に立つアンドリュー・ジャクソンの共造1812年に開戦した米英戦争の最中、イギリスはスペインの同意のもとにペンサコーラに駐留し、トリデニ・ユニオン・ジャックを掲げ、周辺地域のネイティブアメリカンを加勢させ、訓練を行っていた。すると、アメリカ合衆国の少々アンドリュー・ジャクソンは、イギリスのそうした動きを止めるべく、 米戦争末期の1814年11月、テネシー・県タッキー領州の志願兵と共に、ペンサコーラに進軍し、占領し、イギリス軍を追い出した。その時はジャクソンは、ペンサコーラへは2日。ジャクソンの二度目のペンサコーラ侵攻は、第一次セミノール戦争の最中、1818 18年5月であった。ペンサコーラで、ネイティブアメリカンの軍勢に武器が与えられ、 訓練が施されていると考えたジャクソンは、戦闘オーガスティンからペンサコーラへ進軍し、数発の威嚇砲を放って解除をさせた。その後ジャクソンは、テネシーに帰り、1819年9月には、西フロリダがスペインに返還されたが、その時にはすでに西フロリダは、アメリカ合衆国の実行支配下に入っており、またアダムズ・オニス条約の締結によって、アメリカ合衆国による、 フロリダ購入も決定的になっていた。1820年10月にスペインが翌1821年2月にはアメリカ合衆国がそれぞれこの条約を批准し、1821年7月、東西フロリダは統合されたフロリダ巡州として正式にアメリカ合衆国のものとなった。ジャクソンはこの新しい巡州の軍政府長官に就任したが、 一年も経たないうちに辞任し、後継のウィリアム・ディバルが正式な初代、フロリダ巡州知事となった。やがて1824年、東西フロリダそれぞれの首都であったセント・オーガスティンと、ペンサ・コーラの中間点にあったタラハシーが、フロリダ巡州の州都に定められ、ペンサ・コーラは、西フロリダの政治の中心地としての役割を終えた。しかし、タラハシー・戦闘後もなお、ペンサ・コーラは、軍港、 商工の港湾都市、そして地域経済の拠点として重要な都市であった。もともと天然の良好に恵まれていたことに加えて、周辺地域の森林資源が豊富であったこと、そして起業家が次々と現れたことから、19世紀前半のペンサコーラは製材産業の中心地として発展した。1825年にはペンサコーラ港の存在と、 豊富な木材が造船に有利と考えられ、第6代大統領ジョン・クインシー・アダムズと海軍長官サミュエル・サウサードがペンサコーラ海軍航空基地の前身であるペンサコーラ海軍交渉の設置を取り決めた。1830年代に入ると蒸気機関の普及で製材所の効率が格段に上がり、この地域の製材産業にさらなる発展がもたらされた。 ピケンズトリで1845年、アイオワ巡州を自由州として昇格させるのと同時に、フロリダ巡州は、奴隷州として、自由州、奴隷州の数の均衡を取った形で州に昇格した。しかし、1861年1月10日、フロリダ州は、連邦から離脱して、アメリカ連合国に加入した。その翌々日、一月十二日には、ペンサコーラ海軍交渉が、 南軍に占拠された。一方、サンタローザ島の西端に立ち、ペンサコーラ攻防衛の要であったピケンズトリデは、北軍が死守したままであった。やがて南北戦争が開戦し、同年10月9日には、南軍がピケンズトリデのダッシュを狙って、サンタローザ島の戦いを仕掛けたが、失敗に終わった。翌1860年、 ペンサコーラのダウンタウンが描かれた絵葉書南北戦争が終結し、レコンストラクション期に入ると、ペンサコーラの再建が始まった。ペンサコーラ港と軍と製材産業の存在によって、ペンサコーラは南部の多くの地域に比べて復興は容易に進んでいった。アフリカ系の解放奴隷は海軍交渉や製材工場で職を得た。ペンサコーラペルディード鉄道や、 ペンサコーラアンドルイビル鉄道など南部の各地域とペンサコーラとを結ぶ鉄道の建設も進められた。南北戦争中に内陸へと避難した住民も戻り人口も回復した。しかし20世紀初頭に入るとペンサコーラでは事務苦労法の下で人種隔離が進んだ。アフリカ系の事業はダウンタウンから姿を消し、アフリカ系の求人は亡くなり、 選挙からも締め出された。加えて、市内のフェルナンド7世広場では、有色人種に対する公開認知が横行した。公民権運動の最中、1960年に連邦裁判所で敗訴するまで、エスカンビア軍公立学区は、隔離すれども、陽動の名のもとに、白人の学校に、有色人種が入学することを禁じていた。多種教になった後もなお、 1972年には、市内のエスカンビア高校で、同校におけるレベルフラッグの形容、同校効果としてのディキシーの演奏及び歌唱や、南軍兵士をモチーフとした同校のマスコットが、アフリカ系の生徒に対して攻撃的であるとして、暴動に至った。創設450周年を記念して、ペンサコーラを訪れ、入校の際に21発の祝砲を放つ、 スペイン海軍の練習反戦、フアンセバスティアンデエルカーノ。20世紀後期以降、ペンサコーラは近隣のパナマシティ、ォートオルトンビーチ、デスティンなどと同様にビーチ沿いの観光、保養都市として発展してきた。メキシコ湾岸の数々のバリアー島では観光開発が進み、コンドミニアムや家が立ち並ぶようになった一方で未開発の海岸は アルフアイランズ国立海岸に指定され、保全された。観光客層は主にアラバマ州やジョージア州など南部近隣州の労働者で、ペンサコーラはレッドネックのリビエラと呼ばれるようになった。こうした観光業の発展に対しては、エメラルドコーストを守りたい、上流層の住民からは、交通量の増加や公共交通、インフラの需要方資産税の増加といった要因で必ずしも、 歓迎されてはいないが、その一方で、海岸沿いの住民にとっては新たにもたらされた、ビジネスチャンスとして捉えられてきた。ペンサコーラは、北緯30度26分13秒、整形87度12分33秒に、一致している。フロリダ州の北西端に位置しており、西約 20km には、アラバマ州との西の宗教になっているペルディード川が、流れ、 また北約7 5トルには、アラバマ州との北の宗教になっている北伊31度線が、通っている。アラバマ州南部のモービルへは西へ、約9 0トル、同州中部のモントゴメリーへは北東へ、約2 8 0ートルルイジアナ州ニューオーリンズへは西へ、約3 0 0トルであるのに対し、州都タラハシーへは東へ、 約3 0 0トル、ジャクソンビルへは東へ、約5 7 0トル、タンパイは南東へ、約6 8 0トル、マイアミに至っては南東へ、約1 0 0 0トルも離れており、フロリダ州内の主要都市よりも新南部の諸都市に近い。当時帯も、州の大部分が東部標準時、東部夏時間に属するのに対し、ペンサコーラはアラバマ州、ミシシッピ州、 ルイジアナ州などと同じ中部標準時、中部夏時間に属している。アメリカ合衆国国政調査局によると、ペンサコーラ市は総面積102.7平方キロメートルが陸地で43.9平方キロメートルが水域である。総面積の42.77%が水域となっている。市中心部はおおむね平坦で、標高10メートル以下の土地が続くが、 市北部や北港では標高30から40メートルに達するところもある。ハリケーンアイバンの被害を受けたマリーナペンサコーラの気候は欠片の気候区分でこそアメリカ合衆国先海岸や南部に広く分布している温暖湿潤気候に属するが実際には蒸し暑い夏と温暖で過ごしやすい冬に特徴を付けられる亜熱帯性の気候である。 最も暑い7月の平均気温は摂氏28度、最高気温の平均は摂氏32度で、日中は月の半分くらいの日が摂氏30度を超える。最も寒い1月の平均気温は摂氏11度、最低気温の平均は摂氏6度で、最低気温が氷点下に下がることが時々ある程度である。降水量は年間を通じてほぼ一定して多く、 月間110から1 5 0トル、特に多い6から8月の夏季には月間170から1 9 0ミリメートル、年間では1 6 6 0トルに達する。冬季の降雪は極めて稀である。ペンサコーラは有史以来ハリケーンに見舞われやすい土地である。ペンサコーラを含むメキシコ湾北岸に上陸するハリケーンはメキシコ湾流の影響で 海水温の高いカリブ海やメキシコ湾を通るため勢力が強くなり被害が大きくなりやすい。古くは1559年この地に創設された現在のアメリカ合衆国本土で初のヨーロッパ人入植地を壊滅させたのはハリケーンであった。1995年にはハリケーンエリンがカテゴリー2の勢力でペンサコーラを直撃した。2004年には ハリケーン・アイバンがカテゴリー3の勢力でモービルとペンサコーラの間の海岸に上陸し目の右側に入ったペンサコーラに大きな被害をもたらした。翌2005年にはハリケーン・デニスがカテゴリー3の勢力でペンサコーラビーチに上陸した。オールド・クライスト・チャーチ・パラフォックス・ストリート・ペンサコーラのダウンタウンはペンサコーラ湾の北岸に形成されている。 湾岸線はやや入り組んでいるものの、市中心部の街路は整然と区画されている。南北に通る通り、一方、東西に通る通りは、パラフォックスストリートを境に、東と西に分かれている。パラフォックスストリートの東6ブロック目からは、数字のついた通りが、6th ストリートから 20th ストリートまであり、東に行くほど数字が大きくなる。一方、ダウンタウンの西には、 A ストリートから順に Z アルファベットのついた通りが Z ストリートまで通っている。ダウンタウン南東部にはオールドクライストチャーチ、クララバークレードアハウス、ラバルハウスなど国家歴史登録財に登録されているものをはじめとする歴史的建築物が立ち並んでおり、地区自体もペンサコーラ歴史地区として国家歴史登録財に登録されている。クラウンプラザ ペンサコーラグランドホテルペンサコーラ湾の対岸には、サシが伸びており、その西端のガルフブリーズとは、ペンサコーラ湾に架かる国道98号線のペンサコーラベイブリッジで結ばれている。そのさらに向こう側、サンタローザ水路の対岸には、バリアー島のサンタローザ島が浮かんでおり、ガルフブリーズとは、サンタローザ水路に架かる橋で結ばれている。サンタローザ島上には、 ペンサコーラビーチの村があり、そのメキシコ湾岸には白車のビーチが続いている。ペンサコーラビーチにこそコンドミニアムを中心に15階建て以上の構想の建物が相当数建っているものの、ペンサコーラのダウンタウンには目立った構想の建物はあまりなく最も高い建物でもクラウンプラザ、ペンサコーラグランドホテルに留まる。このホテルは もともとは1912年に建てられたルイビルナッシュビル鉄道の貨物ターミナルの駅舎をロビーやレストラン、会議室に転用しつつ、モダニズム建築様式の客室旨を隣に併設したものである。ペンサコーラ市長者ペンサコーラは2009年に新しい検証を可決し、それまでのシティマネージャー性から市長性に移行した。市長は市の行政の最高責任者であり、 約800人の職員を抱える、市政府の長である。市長は、市政府職員の人事権を有し、市の行政実務に責任を負う。市長は、市の行政官、顧問弁護士、書記官、及び市政府各局長の任命権を持つ。市長は、市議会の一員とはならず、票も有していないが、市議会への出席が義務付けられており、 また、市議会の採択した条例に対し、可決から5日以内であれば、一部の例外を除いて、拒否権を発動できる。市長は、全市からの投票で選出され、その任期は四年で、多選は、連続参戦までに、制限されている。市の立法機関である、市議会は九人の議員からなっており、そのうち七人は市を七区に分けた、選挙区から一人ずつ選出され、残り二人は、 全市から選出される。市議会の議長及び副議長は市議員の中から選出される。市議員の任期は4年で2年ごとにその半数が改選され、他選は連続参戦までに制限されている。ペンサコーラ海軍航空基地ペンサコーラの地域経済は軍事と観光によって主に支えられている。軍事産業がペンサコーラ都市圏にもたらしている。 経済効果は年間78億ドルに上り8万人以上の雇用を生み出している。また、美しいビーチや温暖な亜熱帯性の気候、名所といった観光資源に恵まれたペンサコーラにおいては観光は長年にわたって地域経済成長の起爆剤としての役割を果たしてきた。ペンサコーラ都市圏内の軍事施設の中でも最も主要なものである市の南西部に立地する ペンサコーラ海軍航空基地は1914年にアメリカが衆国海軍最初の航空訓練基地として設置された基地で海軍航空の揺りかごと呼ばれている。ここで訓練を受けた飛行士の中には後に人類史上初めて月面に着陸したニール・アームストロングもいた。現在ではペンサコーラ海軍航空基地は120以上のテナントコマンドをサポートしており、 その多くは海軍、海兵隊、及び沿岸警備隊の飛行訓練に関わるものである。また、敷地内に立地する国立海軍航空博物館はペンサコーラの観光名所の一つにもなっている。ペンサコーラ海軍航空基地の他には、都市圏内には、コリーステーション、ソーフリーフィールド、ホワイティングフィールド、及びペンサコーラ海軍病院といった軍関連施設が立地している。 エスカンビアベイブリッジの掛け替え工事ペンサコーラの玄関口となる商業空港はダウンタウンの北東約 5.5km に立地するペンサコーラ国際空港である。この空港には3大航空会社がそれぞれのハブ空港からの便を発着させているほか、サウスウエスト航空、US Airways、シルバーエアウェイズも就航しており、州内や南部を中心にシカゴや ワシントン DC を含めた10都市11空港からの便が発着している。週間高速道路 I-10 はペンサコーラの北港を東西に通っている。I-10 はロサンゼルス都市圏からジャクソンビルまで合衆国の最南部を貫いて大陸を横断する幹線である。I-10 の支線である I-110 はペンサコーラのダウンタウンと アイマイナス10本線とを結んでいる。2004年、ペンサコーラの北東、ペンサコーラ湾王のエスカンビア湾にかかる、アイマイナス10のエスカンビアベイブリッジが、ハリケーンアイバンの被害を受けて崩落したが、掛け替えが行われ、2006年12月に、投降、翌2007年に、作業がそれぞれ開通した。アムトラックのペンサコーラ駅、2005年9月以降は停車する列車がなくなって、 放置され、荒れている。アムトラックの駅は、ダウンタウンの南東、ペンサコーラベイブリッジ、北詰めの近くにあり、アイマイナス10と、ほぼ並行してが四臭国の最南部を貫き、大陸を横断する長距離列車、サンセットリミテッド号が、投稿再行とも、週3便停車していた。しかし、2005年に、 ハリケーンカトリーナ及びハリケーンリータが相次いでメキシコ湾岸に上陸し、ルイジアナ州南東部やミシシッピ州南部を通っていた線路にも被害を与えたため、以後はニューオーリンズ伊東無期限運休となり、ペンサコーラに停車するアムトラックの列車はなくなった。グレーハウンドのバスリーポはパラフォックスストリート及びペンサコーラブルバードを北上した I-10 本線の近くにあり、 ダウンタウンからは約1 0トル離れている。このディーポーにはモービルとタラハシーを結ぶバスが停車する。市内の公共交通機関はエスカンビア軍地域交通局の運営する路線バス網によってまかなわれている。二0系統を有するこの路線バス網は市内のみならずペンサコーラビーチもカバーしている。西フロリダ大学西フロリダ大学はダウンタウンから。 北へ1 6キロメートル離れた、市の北東端2600エーカーのキャンパスを構えている。同学は1963年に、フロリダ州立大学システムの6番目の大学として、開学した州立総合大学で、分離、経営、教育の産学部を有し、学部に45、大学院修士課程に25、及び教育学博士の学位プログラムを提供し、学部に約1万人、 大学院に約2400人の学生を抱えている。また、同学のスポーツチーム、アルゴノーツは、NCWA ディビジョン2のガルフサウスカンファレンスに、所属しており、男子7種目、女子8種目で競っている。ペンサコーラにおける K12 かほどは、主にエスカンビア軍学区の管轄下にある、公立学校によって支えられている。同学区は小学校31校。 中学校9校、高校7校、オルタナティブ教育校21校を有し、約4万人の児童、生徒を抱えている。国立海軍航空博物館の正面玄関前に展示されている海マイナス14トムキャット、国立海軍航空博物館は、ペンサコーラ海軍航空基地の敷地内に立地している。同館の展示スペース、及び37エーカーの敷地内には、 パーチス NC-4 や SBD ドーントレス、海 -14 とムキャットをはじめ、アメリカ合衆国海軍、海兵隊、及び沿岸警備隊の航空機150機が修復され、展示、保存されている。また、館内には IMAX シアターやフライトシミュレーターもある。ペンサコーラ海軍航空基地の敷地内には、ペンサコーラ灯台も立地している。 1859年に建てられた、この灯台は、現役で稼働しているが、一般にも公開されており、観光客が登ることもできる。隣接して立つ、灯台四屋は1869年に建てられ、修復されたもので、内部は、郷土市博物館になっている。ダウンタウンのペンサコーラ歴史地区内に立地する、TT ウェントアースジュニアフロリダ州立博物館は、 元々は1908年に建てられた旧市庁舎を歴史博物館に転用したもので、ペンサコーラやフロリダの歴史に関する事物を展示している。ペンサコーラ芸術地区ペンサコーラ歴史地区の西に隣接するペンサコーラ芸術地区には、その名の通り芸術施設が集中している。芸術地区内に立地するペンサコーラ美術館は、元々は1906年に市の刑務所として建てられた。 スパニッシュコロニアルリバイバル様式の建築物で、1954年に市が刑務所を移転することになった後に、美術館として転用されたものである。同館は主に20世紀以降のキュビズム、写実主義、ポップアート、抽象絵画、フォークアート、イラストなどの近現代芸術作品を常設展示している。また、ヨーロッパやアメリカ合衆国のガラス工芸やアフリカの絵画、 彫刻などの作品も展示している。ペンサコーラ美術館のすぐ近くには、ペンサコーラ文化センターが立地している。同センターは、エスカンビア軍の刑務所を、演技芸術施設に転用したもので、地元劇団のペンサコーラリトルシアター、及びバレエペンサコーラの公演が行われる。また、同じく芸術地区内に立地するシーンガー劇場は、1925年に、 建てられたスペインバロック建築様式の劇場で、ペンサコーラ公共楽団やブロードウェイのミュージカルの公演も行われる。ペンサコーラの都市圏、および広域都市圏を形成する、各軍の人口は以下の通りである。ペンサコーラフェリーパスブレント都市圏ペンサコーラフェリーパス、広域都市圏以下に、ペンサコーラ市における1850年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。 ペンサコーラは、以下7都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。